はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。今日もいつもの田んぼからお届けします。で、ちょっとアキコスピリチュアルさん風に始めてみました。ここ完全にね、もういつもの田んぼなんだよね。もうこれ地元の人わかるでしょ、ね、しかも今夕方です。今日10月28日なんだけども、実はうちの奥さんと三男の誕生日なんだよね。まあ、奥さんは40何歳かになりまして、三男は4歳になりました。で、今日も幼稚園行ってね、元気にやってますけれども、4年前だよね、三男が生まれたのは。だからこれからですね、あと数分後だと思うんですが、ここに家族が迎えに来ます。もちろんここまでは来ないけどね。今4時過ぎだよね。本当は4時って言われてたんだけど、なんかまだちょっともたもたしてるみたいなんで、4時半に行くってさっき連絡がありました。まあ、そうこうしたら来るんじゃないかなと思います。それまでに1本撮っときたいと思うんです。はい、今日はですね、まあいろいろ実は収録3本目なんですよね。で、別に日をね分けてあげることなく、もう最近あんまりそんなことも考えてなくてさ、もう上がってるやつそのままでポンポン一気に上げてしまおうかと思ってるんだけどね。で、この間ね、セミナーで常富さんという方とね、一緒にセミナーしたんですよ。心理セラピストでありミスユニバースジャパンのビューティーキャンプの講師でもありですね、それメンタルトレーニングをする、まあ、先生なんだけどね。僕は10年ぐらい付き合いがあって、まあ、福岡に住んでまして、で、まあ、似たようなね、趣味というかジャンルというか旅も好きだし、いろいろあって、なんか何かと接点がある人でですね、まあ、でもコラボでセミナーしたのは初めてだったような気がするんだけども、でその時に、まあ、一緒に喋ってたんだけども、ハイヤーセルフの話をしようかという話を、まあ、事前にちょっとしてたような気がするんだよね。で、ランディングページは常富さんが作ったんだけども、そこでもね、なんか僕のハイヤーセルフのなんか話をボンってサムネで上げてたんでね、じゃあそれかなと思いながらも、まあ、あんまりしなかったと言いながら、最後質疑応答の時にですね、ハイヤーセルフの話したわけですよ。でね、ハイヤーセルフとのつながり方っていうのは常富さんもすごくセオリーがあって、あ、なるほどなと思ったので、今日ちょっとシェアしたいと思うんだけども、意識というかですね、まあ、自我というかですね、これ3層あるんですよね。それ何かたらさ、ハイとミドルとローなんだよね。ハイとミドルとロー。で、その分け方は、あ、なるほど、まあ、よくね、超意識と潜在意識と意識とか、まあ、ちょっと違うんだけど、フロイトで言うと S とか井戸とかスーパーエゴとかですね、まあ、いろんなね、なんか3つぐらいに分けるっていうのは結構ね、ありますよね。交流分析だったら、なんだっけ、ペアレント、アダルト、チャイルドとかですね、まあ、いろいろ分け方あるんだけどさ。で、常富さんはね、ハイヤーとミドルとローはね、そうです、高中低という形だよね。で、ハイヤーというのがハイヤーセルフですよね。まあ、超意識って言っていいと思うんだけども、で、ローワーというのは何かったら、これインナーチャイルドね。なるほど、まあ、そうだよねと。で、ミドルっていうのが理性だってわけ、つまり意識とか、まあ、我々今考えてる言葉で、今だから今一番働かさてるのは意識なんだよね。今まさにここでやってる時は、ただ2つともやっぱり支配されてるというか影響を受けてるわけね。で、常にハイヤーセルフなんか言ってきているし、一方でインナーチャイルドも自分のその行動様式とか、もっと言うとこの思考に対してもですね、すごく影響を与えてるわけなんですよ。で、インナーチャイルドっていうのは、まあ、一般にそこのセラピーとかの現場で言うとさ、結構傷ついてるっていう風なことが多いんだよね。で、それなんで傷つくかって言ったら、まあ、それはその遺伝とか、まあ、あるかもしれないんだけども、まあ、多くは生育過程において親との関係の中で、なんかそのネグレクトされたりとかね、まあ、その危害を加えられるとかも極端な話かもしれないけども、そういう方もいらっしゃるわけですよ。で、なんかちょっと自分をありのままの自分を認めてくれないとかさ、いろんな程度はあるんだけども、インナーチャイルドってのは基本的に傷ついてるんだよね。その程度はもちろんし、で、俺も、まあ、そういうことあるかもしれない。でもそうやって傷ついてるインナーチャイルドね、いいんだよいいんだよと、そのままでいいんだよっていうことで癒していくことによって、わーっと癒されたらですね、そこで初めてハイヤーセルフとつながるんだっていうことを常富さんが言われていて、あ、そうだよね、やっぱ段階ってあるんだなと思った。段階ってあるよなと思って、結局ね、傷ついたインナーチャイルドっていうのはさ、やっぱり自分の生活様式にすごく影響を与えてるわけですよ。で、特に恐怖っていうものをね、まとってしまうんだよね。恐怖っていうものがね、だから恐怖って何かって言ったら、自分の身を守るための必要な感情でしょ。恐怖って何かって言ったら、自分の身を守るために必要な感情なんだよね。まあ、極端な話だけども、ビルの屋上から見下ろした時に怖いと思うでしょ。あれは飛び降りたら
自分の身が危ないですよということを知らせるために必要な感情であって、もしその恐怖という感情がなかったら、わーあれ飛び降りちゃってね、自分の命が危ないわけでしょ。だからそれは極端な話なんだけども、それはまあ大なり小なり恐怖というものはあるわけですよ。だけども例えば会社を辞める、え、食えなくなったらどうしようみたいな恐怖ね。ごめんなさいね、キョロキョロしてて誰か人が 来てるような気がしててさ、うん、まあ気にしないでください、うん、であるんだよね。でその恐怖っていうものが、あの自分のインターナチャイルドを傷つけてるっていう形ね。だからもう一回さっきも言ったように程度の問題あるわけよ。だから恐怖心が大きければ大きいほどやっぱ動けないし、同時に超意識、つまりハイヤーセルフのメッセージを受け取りにくいっていう、ところがあるんだよ。だから順番がもしあるとすればインナーチャイルドを癒すことなんだなっていうのはある。だからそういった意味ではいろんなセラピーだったり、ね、なんだ心理セラピーとかそういったスピリチュアルなワークも含めてですよ、まあ、それは一定の効果があるんだなと思う。まあでもそれね、あんまりやりすぎるというかさ、そればっかりにやっちゃうのもね、んまあ変な問題だよね。いや逆にでもな、なんだろう、スピリチュアルワークとかさ、そういうことばっかり求めてる人っていうのは多分それ効果ないんじゃないかなって気がするよね、うん、そういうのをやらなきゃいけないんだって。いやそれよりもさ、俺は行動しちゃった方が早いよって思うわけで、この間ね、滝に入ってる時、滝行してる時に突然ですよ、11月2日ソウルっていうメッセージが本当に来たんですよ、ハイヤーセルフから。でその滝を出て、まあ、着替えて車の中で、すぐに韓国の知り合いであるまさきさんに連絡してですね、なんか11月2日にちょっとソウル行きたいなと思うんだけども、その前後にね、なんかトークライブとかしたいんですけどって言ったらさ、あじゃあ分かりました、すぐ準備しますって言って、その日のうちに会場が決まって、まあ、今募集も開始したんだよね。でなんとなんだけども、11月2日っていうのはなんかね、楽読っていうね、楽に読書の読ですね、というのを主催しているなんとか七重さんという方の、講演会がその日の午前中にあるっていうわけね。でその方と同じ会場を、まあ、その僕の知り合いの正木さんが、まあ、取ってですね、だから人によってはダブルヘッダーになるっていうこともあるらしいんだけれども、でその七重さんということは僕は実は知らなかったんだけれども、でも楽読は聞いたことがあったんだよね。で楽読って何かって、あの YouTube 講演家の鴨頭さんが独立した時に始めたところなんだよ。でその鴨頭さんの先生みたいな人なんだよね、七重さんという方が。でさらになんだけども、ちょっと今名前忘れちゃったけども、この間ね、なんかある韓国人なのかなの男性の名前をね、コメントで見たんですよ。あ、その方のコメントじゃないですよ、誰か別の僕の視聴者さんが韓国の何々さん何々くんに会った方がいいですよみたいなコメントがあって、で僕はちょっと分かんなかったんだけども、で確かその同じ方だと思うわけね、その七重さんという方とその韓国人のなんとかさん、ごめんなさい、それ誰かコメントで教えてください、すぐに出てこない。で小学校2年か3年かの宇宙と語ってる男の子がいるわけで、その子もね、なんか動画で見たことがある気がするのちゃんとは見てないんだけど、でそれもだいぶ前ですよ、1ヶ月ぐらい前多分ね。そして今11月2日にソウルでトークライブをするって言ったら、ね、そのお世話してくれる正木さんが、いやその日は七重さんの宇宙トークライブなんだって、で私も行くんだって言うから、へーと思ってさ。で鴨頭さんでしょ、鴨頭さんはこの6月にお会いしたばっかりで、まあ、僕からしたら、ね、YouTuber としても大先輩で、もうね、大モデルなわけじゃないですか。で、まあ、僕自身も鴨頭さんとはお会いしてますし、鴨頭さんも僕のことはまあよく知ってるわけです。よくというか、まあ、宇宙の人だなみたいな感じで言うわけだけどさ。うん、で、まあ、お会いして話もしたことあるわけでね。いや、スピリチュアル、いや、ぜひね、盛り上げてね、みたいな感じで言ってもらったりしたんだけども、すごいなんかあるよねと思う。で、その後に、北朝鮮に行くっていうまたハイヤーセルフのメッセージも受け取ったわけですよ。ただね、北朝鮮に行くって言ったらさ、まあ、ホリエモンさんもそうなんだけども、この視聴者さんとかツイッターとかでもですね、いろんな人からね、やめろ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 って、まあ、うちの奥さんからもちろん言われたんだけどね、うん、やめろやめろってわけですよ。だから奥さんがなんでそれ言うのかって言ったらさ、今まで散々いろんなことさせてもらってるし、まあまあそれはね、まあいろいろあるかもしれないけどね、思うところはやっぱ北朝鮮は分かんないって。もう拉致とかさ、ミサイルとかさ、ね、そもそも国交がないわけでしょ、何しに行くんだと、そもそも行けるんだっていう情報がないわけですよ。だから僕は情報があるし、ね、僕の知り合いもいろんな人行ってるわけですよ。
だからもう旅行するとすればもう世界一安全だということも知ってるわけだけども、でもそうじゃないね、知らない人いっぱいいるわけだから、でそういった人たちがもうやめろやめろってね、多分 10人か20人ぐらいから言われてるんですよね。でもそれっていうのはあのインナーチャイルドというかさ、潜在意識がストップをかけてるようなものなんだよ。だから俺は超意識のメッセージに従いたいわけなんだよね。だからもしダメだったら超意識がねダメって言うんだよ。でそれの関連で言うと、俺本当は11月にあのインドに行こうと思ったんだよね。でインドに行くつもりで、例えばアキコスピリチュアルさんのいるコナーラクにねちょっと行ってみたいなと思ったんだよね。プリーっていうところから東インドのねカルカッタよりちょっと下なんだけども、でまあ行こうかなと思っていろいろ調べて、まあ、チケットもねもう取る寸前まで行ってたんだよね。で行く人も10人ぐらいいたんだけども、なんかねイエスって言ってくんないんだよ俺のハイヤーセルフが、というかなんかね行かないような感じに仕向けてくるんだよ。具体的にはまあちょっと例えばその一緒に行く人が行けなくなったとかさ、そういうことも含めてだよ、なんかねうまいこといかないんだよね。でそうこうしてたら、あそうかこれ行くなっていうことなんだなと、まあ、ようやく自分の中で納得しまして、であじゃあ11月じゃないんだってこれで、まあ、やめにしたわけですね。でやめにしたと思ってこれポカンと開いた瞬間にソウルと北朝鮮が僕の中で出てきたわけで、北朝鮮に関してはもうすでにもう手続き進んでて、あの行くことももちろん決まってるんだけども、ソウルに関してはねもうストークライマーすることになってるでしょ。だからそのここ 2,3 週間だよ、滝行したのが3週間前でしょ、3週間ぐらい前でしょ、だから滝行に入ってから決めてるんで、本当ポンポンポンと決まっちゃったわけで、それはまさにハイヤーセルフなんだよね。だからハイヤーセルフのメッセージを受け取るのに、多分インナーチャイルド絶対癒さないと受け取れないってわけじゃないんだけども、その受け取ったところでそれを信じられないとかあるんじゃないかなと思った。で俺はインナーチャイルドかなり癒されてるから、でそれ行動にすぐ結びつくわけだよ。だからあそうなんだとってポンって言って、多少なんか言われてもいやいやいやってパッて言っちゃうわけでしょ。だからインナーチャイルドを癒すと、そのハイヤーセルフの声があハイヤーセルフなんだなっての気づきやすいよね。だけどもしインナーチャイルドを癒されてないと、その恐怖っていうのがどんどん大きくなるんで、ハイヤーセルフがいかに何かを言おうとしてもね、それをやっぱ打ち消すような情報とか、ものがたくさん出てくるわけですよ。つまりインナーチャイルドが持ってるその恐怖とか傷ついてるっていう現状を、再び再現してしまうっていうね、そういう風になるんだよね。だからまあなんだろうね、あのもしハイヤーセルフと会話したいとかさ、ハイヤーセルフの、メッセージに従って人生を楽しく生きたい、自分らしく生きたいっていうことであれば、まずこのお腹ですよね、お腹ら辺にいると思うんだけど、インナーチャイルドは。でそれをずっとやっぱ言い出してあげること、よしよしよしってよしよしってね、こうやってお腹をポンポンポンって、俺それでもいいんじゃないかなと思う。今の方法って今思いついたことなんだよ。別にインナーチャイルドを癒す方法っていっぱいあるんだよね。それこそセラピーとかスピリチュアルも含めてですよ。なんかそれより一番簡単なのはこれポンポンポンですることじゃないかなと思った今、ね、よしよしよしってよしよしこのままでいいんだよ大丈夫だよ大丈夫大丈夫大丈夫ポン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 ってなんか叩いてるだけで多分インナーチャイルドすくね、叩いてればガンガン叩いたらね別の話になるけどさ、ポンポンポンって撫でてあげてさ、よしよしよしって、ね、ポン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 、これでだいぶインナーチャイルド癒されると思う。うん、間違いない。今思いついたんだけど、だって今すごく俺自身が満たされた感じだからね。やっぱりその子供とかもね、子供っていうのは現実な子供だよ。やっぱりポンポンポンってお腹をさすってあげたりさ、子供もよくお腹痛いっていうのは何かしらの合図だと思うんだよね、言うのは。そういう時も大丈夫大丈夫大丈夫ってやってあげるとすぐ落ち着くんでね、ポンポンポンって。だから今の俺たちも大人になってからもインナーチャイルドって多分この辺にいると思うんで、ポン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 、そうやって習慣づけているとさ、なんかふーっと力抜けてリラックスしてほっとして安心して、それで何かポンと出てきたメッセージに対して、あそうなんだと、でハイヤーセルフの言うことを聞いてね、人生が加速するんじゃないかなと思う、という話でした。はい、またお届けしたいと思います。ありがとうございました。